十勝の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部。1月号はイベント出店を軸に活動する粉雪菓子創作室。お一人おやつセットというご褒美スイーツ感いっぱいの心が躍るネーミング。箱には粉雪菓子創作室を主催する石崎幸恵さんのこだわりが詰まっています。主に出店を軸にして、焼き菓子の販売の活動をしながら、まあ、自分でも販売をいろいろな形で行っています。家庭から生まれるようなちょっとこうホッとする安心するようなお菓子を目指して作っています。ヒムレンさんっていうアトリエショップでお菓子を月に1回置くことになった時に、小さなお一人用のこじまりとした贅沢なものを作れたら喜んでもらえるかなと思って考えました。7種類のお菓子を700円という値段で毎回ちょっと品物を変えて作っていってるんですけれども、お値段とその7種類っていう贅沢なところがちょっと一人でこうくつろぐ時に贅沢な時間になるかなっていうのと、今はこっちで過ごす時間もすごく多いので一緒に添えていただけたら嬉しいなと思ってます。サブレは4種類、ココナッツとミルクティーとショコラ、それと抹茶、まあ、4種類入ってます。いちごホロンっていう名前のお菓子なんですけれども、まあ、1月なのでちょっと華やかに赤色のものをと思って選んでみました。それとあとシナーハチミツとバターのクッキーで、北海道産のハチミツを成瀬養蜂場さんの方でこうコラボという形で作ったクッキーなんですけど、ハチミツたっぷりで美味しいです。スノーボールは今回はほうじ茶ボールっていうのを入れて、ほうじ茶の味の口どけの良いクッキーになってます。家庭から生まれるようなお菓子ということで、素材もシンプルであることを自分の中で抱えてるんですけれど、北海道産や十勝産の小麦粉や卵乳製品などを基本にしたお菓子を作っています。それと無添加にこだわって作ってます。手作りしてます。7種類入りのお一人おやつセットは毎月第3金曜と土曜日にヒムレン07ストアでの販売のほか、10種類セットは不定期の予約販売で成瀬養蜂場での受け渡しを行っています。癒されましたとか、なんか感動しましたなんて言っていただけると、そのたくさんある言葉からそんな言葉を選んでいただけたことに私の方が感動して、はい、嬉しいなと思います。自分もお菓子っていう存在がすごくこう自分にとって癒しになっているので、自分の提供するもので同じように感じていただけるのかなと思ったら本当に嬉しいです。これからもたくさんの方々に喜んでいただけるようないろいろなお菓子を作って提案していって、それをいろいろな形の販売を通してたくさんの方に食べていただければと思います。家で過ごすことが多い毎日、ゆったりとしたお茶のお供にどうぞと石崎さん。菓子との出会いに感謝し、とびきりのティータイムを過ごしてみてはいかがですか。